テクスチャーマッピングされたフルポリゴン 3DCG が織りなす超リアルな世界。そのバーチャル空間を舞台に繰り広げられるファイト、謎解き、そしてアドベンチャー。プレイヤーをグイグイとゲームワールドに引き込むその迫力と臨場感は他の追随を許さない究極のエンターテイメントワールドだ。このビデオはそんなエンターテイメントの最高峰であるセガサターンの最新話題ソフトを完全収録。セガサターンビデオマガジン。ファインドラブ2ザ・プロローグ。ある日届けられた小包、その中には全国制服美少女グランプリ事務局から送られたたくさんのファインドラブプライベートグッズが収められていた。ファインドラブ2の発売を控え、より深く楽しむためのプライベート&ファンディスク、多くのファンたちによるグランプリ人気投票で決定したグランプリの生沢京子、準グランプリの吉野智美、沢田奈美子3名のプライベートを一挙公開。オフィシャルファンブックモード、ビデオレターモード、テレビフォンモード、サウンドギャラリーモード、ファインドラブ2予告編モードとボリュームたっぷりの5つのモードを搭載。ファインドラブ2への期待感、そして女の子たちへの愛情が高まる。原画や設定画もいち早く見られるファインドラブ2ザ・プロローグは3300円で5月7日発売予定です。メルティーランサー、ディ・インフォース。メルティーランサー、ディ・インフォース。育てるのでなく育てられるというコンセプトのもと開発された育成シミュレーションの人気シリーズの続編が登場。まあランディ、見違えたわ。プレイヤーは新米ダンサーのランディとなり、操作実習や基礎訓練、模擬戦闘などの厳しい実習を通じて一人前のランサーになるために努力していく。前編に OVA 並みのクオリティを誇るアニメーションムービーを取り入れ、よりストーリーに感情移入しやすくなっている。また2年目にはストーリーが3つに分岐、1年目の育ち方によって2年目のストーリーが変化する。地球の一般教養を教えてやるぜ。昨夜ランサイワと申します。どうぞよろしくお願いいたします。戦闘シーンに合体必殺技や連携技が追加されるなど新機軸も満載されたメルティーランサーリ・インフォースは、初回版が限定2万本、おまけ CD 付き8800円、通常版が7800円で5月7日発売予定です。スーパーリアルマージャン P7。 昨年11月のアーケード発売から半年、マージャンゲームの大ヒットシリーズの最新作が早くもセガサターンに登場。楽しいねお兄ちゃん。動画枚数2000枚以上と大幅にパワーアップし、シリーズ最新作ならではのハイクオリティアニメーションが目玉だ。ゲームストーリーはなんと3種類にアップ。さらに一本道だった対戦も ABC の中から好きに選んで始めることができるようになった。さらに登場キャラクターの設定資料やイメージ画像を見ることができるモードも搭載。脱衣シーンも当然パワーアップしている。新キャラクターが4人登場するスーパーリアルマージャン P7 は7800円で5月14日発売予定です。エルフを狩る者たち2。超人気アニメのファンタジックアドベンチャーが再びセガサターンに帰ってきた。ストーリーはテレビ版全ての物語を完全収録。さらに豊富な選択肢によりアニメにはないオリジナルシーンも用意されている。まずはエルフ族の裏切り者セルシアを出せ。
ゲームは各章クリア型のアドベンチャー方式。コマンドを選択してストーリーをクリアし、次の街に移動すると新たな物語が始まる仕組みになっている。主人公4人のフリートークやアニメの設定資料、イラスト集が入ったおまけディスクもついたエルフを狩る者たち2は7800円で5月14日発売予定です。ソルヴァイス。広大なダンジョンとデュエルと呼ばれる闘技場でのバトルが魅力のアクション RPG がセガサターンに登場。冒険の舞台は毎回地形が変わる広大なダンジョン。全100層からなるこのダンジョンを探索して貴重なカードを探し出し、地上へと脱出する。戦闘シーンはリアルタイムバトル制を導入。通常攻撃のほかにダンジョンで手に入れたカードによって魔法攻撃やモンスター召喚を行うこともできる。カードの種類は800種以上。属性やレベルを使いこなし、戦略性のあるバトルを楽しむことができる。友達との対戦やトレーディングも可能なソルヴァイスは6800円で5月21日発売予定です。王様ゲーム。今年大ブレイク必至の8人のアイドル系美女たちと繰り広げる王様ゲーム。好きなアイドルの女の子を選び、その子と罰ゲームをかけたバトルゲームで対戦するという単純明快な仕組み。対戦相手の女の子はチェックコーナーでお話ししたり身体測定したりと楽しみながら選ぶことができる。バトルゲームは全部で3種類。どのゲームもシンプルで楽しいものばかりだ。軽快な実況放送も入ってゲームを盛り上げる。罰ゲームは女の子1人につき15種類以上も用意。ハイクオリティの実写ムービーでちょっと無夫婦な罰ゲームを楽しむことができる。18歳以上推奨ソフト王様ゲームは6800円で5月28日発売予定です。蹴り落とせ。単純明快なルールとシステムでバトルに没頭できる新感覚の対戦ゲームがセガサターンに登場。ルールは自分以外のキャラクター全てを空中のステージから蹴り落とせば勝ちとなるシンプルなもの。21人もの個性豊かなポリゴンキャラクターが登場。声には豪華声優陣が起用されている。ケリオ山の特設アリーナで開催されるケリオカーニバルのイベント、ケリオトッセを舞台としたストーリーモードと対戦モードの2種類を用意。趣向を凝らしたバラエティ豊かなステージが多数登場するケリオトッセは4800円で5月28日発売予定です。グランディアデジタルミュージアム。昨年12月に発売された RPG ソフトグランディアのお楽しみディスクが登場。ゲームの内容はダンジョンで集めてきたアイテムを博物館に納品し補充をしていくことがメインの目的となる。博物館には様々な部屋が用意されており、中にはコミカルなミニゲームが多数楽しめる遊技場も存在する。さらに設定資料やモンスター図鑑などグランディアファンが知りたくなる情報がぎっしりと詰まった内容だ。ガドイン直伝必殺ラジオ風のミニドラマも収録されているグランディアデジタルミュージアムは3500円で5月28日発売予定です。よっしゃ勝った。電車でゴー。電車でゴー。ゲームセンターで大人気の運転シミュレーションがアーケード版そのままのリアルさでいよいよセガサターンに登場。出発進行。ゲーム内容は至ってシンプル。
始発駅を出発し、各駅の到着時間に合わせて停車を繰り返しながら、持ち時間をゼロにすることなく終着駅にたどり着けば OK。 操作もシンプル。加速、惰性走行、ブレーキ操作が基本だ。また電車を連結させるボーナスゲームもある。選べる路線は4つ。ディーゼル車を操作する山陰本線は、広がる田園や険しい峡谷が織りなす風景を満喫できるのが魅力。東海道本線は路線のうち唯一の快速電車、120キロのスピード感を楽しもう。ただし停車する駅は飛ばさずに。京浜東北線は上り坂と下り坂のブレーキ操作がポイント。大和線はダイヤを乱すことなく定刻に到着させるのが難しい。焦って ATS が作動なんてことがないように。またセガサターン版だけの特典として、従来の4つの路線に加えて雪の山手線も増発。同時発売の専用コントローラーを使えば、運転気分もよりリアルに味わえる電車で GO は5800円で5月下旬発売予定です。プリンセスメーカー夢見る妖精、育成シミュレーションの草分け、プリンセスメーカーのファン待望の最新作がついにセガサターンに登場。私ね、人間になって人間のプリンセスになりたい。おはよう、お父さん。私、お父さんの言うことを守っていい子にするわ。プレイヤーは妖精の娘を10歳から18歳までの8年間をかけてプリンセスへと育て上げなくてはならない。今回はセガサターンならではの新キャラクター、そして新イベントが追加されますます充実。親友や先生が家に遊びに来たり、ライバルが娘に挑戦するなど、さまざまなイベントが楽しめる。多彩なエンディングも魅力のプリンセスメーカー夢見る妖精は5800円で5月発売予定です。少女革命ウテナ、いつか革命される物語。テレビアニメとして今最も注目されている少女革命ウテナが、完全新作ストーリーを引っ提げてセガサターンに登場。物語はテレビ版のサイドストーリーの形を取る書き下ろしのアドベンチャーゲーム。プレイヤーはウテナが通う大鳥学園の転校生となって物語に参加する。お気に入りのキャラクターと仲良くなったりできる恋愛要素もあるぞ。しかも新キャラクターが登場し、ウテナに決闘を挑む。ゲーム中全てのセリフを音声化、作画アニメもオリジナルスタッフによる高品質グラフィックだ。ミュージカル仕立てのオープニングムービーが素晴らしい少女革命ウテナ、いつか革命される物語は CD2 枚組6800円で5月発売予定です。セガサターンビデオマガジン、いかがでしたか？もちろん毎月も超話題のソフトをぎっしりと集めてお送りします。Enjoy your game life. See you!